仕掛け、ここもやはり注目です。5コーナーありました、競争スタート。さあまずはゆっくり出ていって、2番の石原、7番の福島武史、香川の両者、7番の福島が誘導との距離を縮めていきまして、2番石原、早手、この後位置を入れ替えていきそうな2人です。1番の鷲田義文が3番手にいて、3番牧武久が4番手です。4番の河村浩二が後方から位置を上げていきまして、四国香川同県連携が前段、近畿の両者が中段の初手 3,4 番手となりそうです。6番の松本秀之助、3番牧武さん、九州両者は 5,6 番手、従いまして5番の岡本壮は初手どうやら最後尾、2対2対2対1、細かく分かれての戦い一本棒となっています。2週間目入りました、1コーナー回ります。さあ正攻法2番の石原、予選はゴール戦逆転こそ許しましたが強いレース5内容でありました。追っていくは7番の福島武史、初日直線地元山崎の踏み出しに期待と続いておりました。4番の河村浩二は3番手、初日直線仕掛けそのものは不発だったんですが、3着に入って上位6戦へと導いています。1番の鷲田は今日は河村と2者で番手回りのタッグの戦い、6番の松本秀之助は初手5番手です。石原との同期対決、少なからず仕掛け早まりそう、初手後ろ攻めです。3番の脇が追走、好調巻松本との発連携です。3周回目入ります。そして最後尾、中部一社短期戦となりました5番の岡本壮です。仕掛ける勇気もやはり展開場合によってはしっかり持っていきたいところ、細切れ戦です。さあ2コーナーからバックへと向かっていきます。2番の石原早手が正攻法、4番河村浩二が3番手中段位置に、6番松本秀之助5番手初手のポジション、短期5番の岡本最後尾。さあ2センターから4コーナーかけて、6番の松本が5番手からじわり動きます。3番の牧が追走、この吸収勢。さあ正攻法2番の石原は誘導と距離取って、6番松本の出方に対してうまく突っ張っていこうとする。さあ松本あくまで前に立とうといたしますが、現在は番手外並走しています。さあ外並走で粘る6番の松本、4番の河村浩二は3番手内に詰まった展開ではありますが、どうやら香川勢主導権を握って、6番の松本は3番手外、4番河村と並走。さあ両者がもつれる展開、3番の牧は最後尾車を下ろして、5番の岡本壮が縦に踏んでいこうとする。さあ逃げる2番の石原、番手好展開は7番の福島、4馬車おっと6番松本秀之助に落車転倒のアクシデント、4番の川村が3番手から仕掛けていく、7番の福島ここに対応、ブロックに回ります。1番の鷲田はどうでしょうか、その福島の内をすくっていって、先頭2番の石原、2番の石原はえての逃げ切りから2着1番の鷲田か、3着争い3番の牧、7番の福島、そして4番の川村、そして転倒落車のアクシデントがありました6番松本秀之助。係員が確認していますが、自転車に手がかけられました。どうやら6番松本秀之助競争危険となるようです。リプレイ映像をご覧いただいています。中段でもつれました。2番の石原、7番福島の香川両者2者での主導権を握って、2番の石原が見事逃げ切ってみせました。1番の鷲田が俊敏なコース取り、内に切り込んでいって、そこからの2着そして3着争いなんですが、外コースの4番川村、7番の福島、この辺りが2着争いか、インコースは3番の牧、ただ転倒落車のアクシデントがありました。第2コーナー審判台、審議ランプが点灯しております。審判放送お待ちください。以上第11レースでした。ただいまから佐世保競輪第11レースの審議 VTR および判定写真を放映します。最終回第2コーナー付近における落車について、4番および6番選手を審議しましたが、4番および6番選手の違反性のないそれぞれの動きの中で接触し発生したもので、共に失格とはなりません。